前回の HS ガレージ、ヤフオクで購入した3000円のアルミニウム、こちらを剥離している最中に怪我をし、まあ1年間サボっていたわけではありますが、やっと重い腰を上げ、部品の洗浄、フロントフォークのスムージング、ここまで終わらせた動画になっております。それでは前回の続きをどうぞ。はい、お疲れ様です。今回はですね、前回の続きをやっていこうかと思っております。で、今はですね、これ前回洗浄を済ました部品類、こちらの、脱脂作業ですねをやっているところでございます。ございますはい、脱脂が全て終わればね、ここからまずサフェーサー、こちらを拭いていきます。まあいつも通りこちらもね、倍速でお見せしていこうかと思っております。まあ今回はかなり倍速が多い動画となっております。で、まあね、ちゃんと外せてない部品とかもいっぱいあるんですけど、まあその辺ね、その辺はまた交換していこうかと思っております。まあね、ブレーキシューとかね、はい、はい、ここからはね、塗装の方を行っていきます。でも今回選んだ塗料が、まあ普通に無難に艶消しのブラック、はい、マットブラックってやつですね、こちらを選びました。で、今これ塗ってる時はね、ちょっとテカテカしてて普通の黒に見えるんですけれど、まあ乾けば艶消しの黒の色になります。はい、じゃあ早速ね、これも色塗れたんで、ちょっと組んでいこうかと思います。で、用意するのがこれと、はい、ここでも色塗れたんでね、これ今ちょっと艶消しの黒の状態になってるんですけれど、これまだクリアは拭いてないんですよ。はい、で、ここで登場したのがスポークですね。これも海外産のスポークになります。ただね、これちょっと思ったんですけれど、間違いなく言えることは、リムとスポークは国産を買えもうこれね、まあ後々見てもらったら分かるんですけどね、普通の、まあ、国産の純正のスポークと比べてかなり太いスポークやったんですよ。なので、もう入れるのめちゃくちゃ大変でした。次多分外すときはね、もうこれ全部切断しんとあかんと思います。はい、で、一応スポークはね、2種類入ってて、これね、ちょっと分かりづらいんですけど、
こんな感じですね。あのね、片方が直角になってて、でもう片方はね、ちょっとあの直角よりちょっと 上向きになってるというか、まあ、図で表したらこんな感じですね。はい、はい、じゃあまずはですね、あのイン側のスポークですね、表側から入れていく、あのちょうど、直角じゃない方の方から入れていきます。でこれ入れていくんですけれど、これですね、あの基準点があって、まあ、一応今指ね 1,2,3 ってやってるんですけど、これはあの3つ飛ばしで入れてってくださいって言ってるんですけど、一番初めのスタートの部分がですね、あの僕はちょうどね画面の真ん中上らへんにね、ちょっとだけ見えてると思うんですけれど、ここにね、エアバルブの穴があるんですよ。そこを基準にイン3つ飛ばしてイン3つ飛ばしてインみたいな感じで組んでいっております。はい、で反対向けてそちらこちらもですね、同じようにインの方からやっていきます。なんとか無理くりに入ったんで、つい逆が入るか分からへんな、つい逆組ねやっていきましょう。全く一緒ですね。次はこっちのこのね R のさっき大きかった方、直角に近い方ですねを、次は裏からね、こう裏から入れてやっていきます。でちょっとスキップで、はい、絶対苦戦するんでやっていきます。入らねえ、よし、全部通したんで組んでいきます。こうクロスさせてねいくんすけど、これ絶対あかんやつ。はい、これで、まあ、あとはね交互に入れていくだけなんですけれど、まあ、基本的にその、まあ、スポークの交換っていうのはそこまでね難しい作業ではないんですよ。まあ、これ今回ね、タイの、スポークとリムを使ってるんで、全然硬すぎて入らなかったからちょっと時間かかったんですけれど、まあ、これ多分ちゃんと国産のやつでやってたらこんな時間かかってなかったと思います。 OK、 よし、組みました。よいしょ、はい、じゃあ組めました。あとちょっとねまだ塗装剥がれたとこあるんで、そこはタッチアップで修正して、今からフレ取りしてでタイヤ組んでいこうかなと思っております。はい、ここからですね、まあフレ取り台っていうねものを持ってないんで、一回組んでしまって、で、そこでちょっとフレ取りをね、やっていこうかなっていう感じで、今また仮組みをしております。で、クリアなんですけれど、このタイ、ホイールが組めた状態の段階で、クリアを吹きました。まあ、本来ならね、先にクリア全部吹いてやってしまうんですけれど、まあ、確実に、
スポークで傷つくやろうなと思って後回しにしておりました。でここはですね、このフロントフォークのところね、塗料が噛み込んで全然入れなかったです。ここは後で削っておきました。ここでフロントフォークの組み方を間違えました。本来カブとかはね、こっち側にブレーキが来るはずなんですけれど、これCD は反対側なんで、まあどの道ね、まだフロントフォークオイルとかも入れてないんで、またどうせ抜くんで、はい、ここはもう無視してここからフレ取りを行っていきます。まあフレ取りの方はね、また次回、ちょっと時間かかってるんで、はい、また次回の動画で上げれたらいいかなと思っております。はい、ということで今回の動画はここまでとなっております。今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。